リゼロ24話やっていきましょう。ぜひ皆さんグッドダンチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。絶望の終わりから希望の始まりとなるのか、いきましょう。レッツゴー。まさか、どっから、どうした、うわー、こっからだいぶ戻ったね。あたまらんわな。そりゃたまらんわ。ほんでもお前スキップなんとかせよ、これ。こげーだよ、マジで。こっちもセーブポイント頼むで。おっしょ、一発気持ちいい。気持ちいい！魔女教関係のことで、新しく気づいたことが何個かある。どう？誰か知ってるか？ほんとかわいいな。自分の意識を別の誰かの意識に上書きして、精神的に乗っ取るみたいな力を。うん。滞在司教がそうした異能を用いる可能性があると、君は睨んでいる。いい声だ。そうだ、俺は憑依って呼んでるけど、やつはそれで生き延びてる。うん。あちこちに顔を出す理由も説明つくだろう。はいはいはい。以前古い文献で似たような研究を見たことがある。すでに輸出した魔法だが、その技術は限られた条件下でしか機能しない。輸出消えたってか。魔女教徒、それも限られた人員にのみ可能な術法と推測できる。それが指先ってこと？おそらく自身の予備の肉体。なかなか悪趣味な趣向だ。滞在司教らしいと言うべきかな。はいはいはい。滞在司教の腹心、つまり指先の殲滅。それがなされれば、はあ、奴の魂は乗り移り先を失う。そしてそうなった時が奴の最後と言えるだろう。ってことっすよね。森に潜む指先を優先して排除し、おお、大地の治癒を決する。おお、流れは変わるね。流れ変わるね。みんな、あと一個だけ言わなきゃいけないことがある、うん、指先だけじゃなく、多分俺も乗り移る対象なんだけど、それについてはどうしたらいいと思う？投げた。はぁ、けがらわしい、けがらわしい、ごめんなさいとでもしゃあげる。けがらわしい。マジで草。私ね、気がらわしい、気がらわしい。ひょっとしたらスバルは私を特別扱いしないんじゃないかって。そんなの無理だ。君だけは他の人間と同じ目で見ることなんてできっこない。うん、私は魔女と関係ない。あー、リア、眉間にシワが寄ってるよ。今日は早いのね。早寝早起きを心がけようと思って。うん、というのは嘘。本当のところはリアが心配だったからだよ。大変続きだったからね、特に昨日は。あー、はいはいはい。分かってたことだもん。転ぶと分かってても転んだら痛いし血も出るもんだよ。パックはどうしたらいいと思う？私だけじゃなくてみんなのことももっとちゃんとするには、ちゃんとしてもらうには。リアの好きにしたらいいんじゃないかな。僕はリアが何をしようとしてもリアの味方だし、どうするにしてもあの村のことは見捨てられないんでしょ。うん、ラムが今朝早くまた村に向かってたから報告を待つべきじゃないかな。ちょっとベティの顔を見てくる。ベアトリスによろしくね。抱え込まないは大事だね。バックに聞いて、スバルもみんなに聞いて。お客様がお見えになっています。おお。あなたは、わお、確かクルシュ様のところの。ビルヘルム・ゴイアスと申します。こたびは主君の名代として参じた次第。クルシュ様の昨日、白紙の新書をいただいたのだけど。白紙。なるほど。やはり。恥ずかしながら、我が主が本来お伝えしたい内容とは、齟齬がございます。お、そう、手違いなのね。笑顔。はい、エミリア様、並びにラム殿、お屋敷に残られている方々と村の住人には一度避難していただく。それがクルシュ様のご意向です。え、森の近くに犯罪集団が？はい、すでに死者様がお連れになった討伐隊は村の付近で敵戦力に備えています。おお。どうしてクルシュ様がこの領地のために力を尽くしてくれるの？我が主は辺境伯よりこたびの王戦における同盟関係を持ちかけられております。条件はエリオール大森林の採掘権の分譲、お分かりいただけますか？今のそういうことなのね。しかし村人の全員を王と採掘権、もう一回。我が主は辺境伯よりこたびの王戦における、辺境伯って若干ちょっと言葉が、辺境伯とは、うん、あー、待ってよ、あ、ん、辺境伯、辺境伯、辺境伯、あれ？それってあの人、お金持っていいの人やんね。あの人やね。多分そうやね。はい。多分あの人だと思う。でもパッと、辺境伯で、辺境伯で出らんかったが、多分そうだよね。うん、多分そうだよね。
ちょっと記憶が。ここ、そうか、すっ飛ばしてるわけか、話を。スバルキュンの。そういうことやんね。スバルキュンの話をちょっとすっ飛ばしながらって感じだね。はい。どうしてクルシュ様がこの領地のために力を尽くしてくれるの？我が主は辺境伯よりこたびの王戦における同盟関係を持ちかけられております。条件はエリオール大森林の採掘権の分譲、お分かりいただけますか？そういうことなのね。しかし村人の全員を王都へ避難させるのは困難です。ひとまず王都へ行けるのは半数、あとの半数はラムの案内で聖域へ避難させます。ロズワール様がそちらに向かわれていますから。そうなんだ。うん、すっかり話し合い終わってるんだ。でもやっぱり変じゃない？なんだか都合が良すぎるような。お、失礼します。お、森に潜んだ集団に奇妙な動きが。もう一刻の猶予もありません。ここでが動き出せばこの一帯は血の海に。いかがいたしましょう隊長。いえ、ケンキ・ビルヘルム殿。エミリア様。わかりました。気づいてないよ。ご好意ありがたくお受けします。村の人たちに説明はすでに滞りなく済んでおります。そう、ベティは残るって。僕、おう、ベティは行けないのよ。兄ちゃんの帰りを待ってるかしら。心配しなくていいのよ、うん、まあベティの場合禁書庫にいる方がずっと安全だしね。それにあの子が屋敷と離れられないのは契約の問題。リア、わかるよね。それを理由にするのずるい。契約。そんなわけで僕の可愛い妹が残ってるから屋敷には何もしない方がいい。ベティは優しくて甘々だけど容赦はないからね。心得ております。妹、兄ちゃん、大聖霊様。君は君のしたいようにしなよ。僕は君の、君だけの味方だから。妹、兄ちゃ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 言ってたけど、妹、妹なんだ。それで出たっけ？出てたらごめん、俺本当に恐怖がのみなみだからさ。出てたっけか、妹。はいはい、避難します。村の人たちを危険な目に遭わせたくないもの。一歩進んだな。まあ順序があるわな。お願いします。物事には。これって何かの間違いじゃない？いいえ、勇者と人数の兼ね合いでエミリア様にはこの子たちと一緒に乗ってもらう他にありません。ほう、仕方のない措置よ。他の勇者に乗せてあげられない？この子たちだってその方が。誰だって自分と乗るのは嫌がるはずですか。それ、その子たちに確認したことがありますか？お、嫌われてるんだって、嫌がられるって勝手に思い込んでしまっているだけでは。そんなこと聞かなくたって分かってるの。それがお互いのためだって。子供6人、勇者は1台。ここでつまずいてちゃ君の願いをどうやって叶える？ あなたはどうだペトラ、君はあのお姉さんと一緒の勇者はどうしても嫌か？そんなことないよ。お姉ちゃん、お芋のハンコのお姉ちゃんでしょ。いつもスバルと一緒に朝のラジオ体操を見に来てくれてた。ラジオ体操。それはいつも顔は見えなかったけどお姉ちゃんがスバルと楽しそうに話してるのを見てたもん。おお、一緒に乗ろう。俺もお姉ちゃんと一緒に行く。早く行こうぜ。こら嬉しいな。一緒に行こうよ。しかも勇者の出てました。いいっすね。聖域のことはお願い。ちゃんと村の人を守って道中を気をつけて。あなたにもありがとうってお礼を言わなきゃ。どこに行っちゃったの？あらら、あらら、これはまた粋な出やがった。なるほど、周りとの連絡手段だけが謎だったけど。おお、ミーティアって便利なもんだ。ミーティア。俺とエミリアの感動の再会を邪魔してくれた罪は重いぜお前ら。ガラケーみたいなことあれ。おお、遅い遅い。くそ、かっこいい。こらすげえわ。早い話、お前がスパイなのはバレバレだったんだよ。で、魔女教の連絡役のお前にせっかくなんで罠を張った。うわぁ、2時間、お前は2時間遅れのスケジュールを仲間に報告した。その間にエミリアたちは外へ逃がす。うわ、その間に場所の割れている指先は潰す。その間にお前たちの司教様を潰す準備を整える。これすげえわ。何かも先回りされて潰される。その恐ろしさを存分に味わわせてやるぜ。すげえ、これやばいわ。精霊の祝福がありますように。いいね、いいね、いいね。ご武運を。エミリア様を騙して遠くへ追いやれたのはこれのおかげだね。言い方に気をつけろ。人聞き悪すぎだろ。確かに。随分と奇妙な術式で編まれたローブだ。ロズワール手製の便利グッズで認識阻害の術式が編み込まれてるらしい。おお。エミリアの私物で。おお。認識阻害。はあ、はあ、計画通り白紙の新書対策もうまくいったし。だからか。おお。手紙は間違い。俺が悪かった。おお。おお。村の人の説得もスバルキュンが頑張って。すげえ。
頼む。エミリアがみんなと仲良くなれる子なんだって、それを分かり合うための機会を与えてほしい。みんないろいろと言いたいことはあるだろうけど、頑張ってんな。その機会を作るための時間を俺たちに守らせてほしい。デコに土つけて。しょうがない人だな、スバルサバは。そんなに一生懸命守ってくれるなんて言われちゃ仕方ないでしょ。ああ、土を取ると嫌だね。涙腺が脆くなって。ありがとうな、みんな。それはこっちのセリフですよ、スバル様。いいですね、いいですね。させてもらったし。凍り返すな、恥ずかしい。あとは、おかえり、どうだった？居所が割れとる連中に奇襲やぞ。しくじったら傭兵引退するわ。さすが。幸い地図様々やな。ってことは、地図の印は奴らの拠点で間違いなかったわけだ。うん。貴重面なんか神経質なんか、それが恨めったわけや。おう。目的の門もこの通り、これで奴らの連絡網は潰れたやろ。やるね。やっはー、皆殺しだー。人聞き悪いこと言わないですよ。ちゃんと、まあ、捕虜も取りましたです。捕虜も取りました。どっちにしても物騒だな。お前かよ。そいつ魔女教じゃねえよ。お前かよ。出てこないと思ったら捕まってたのかよ。おっと。誰だか知りませんが、助けていただいてありがとうございます。って素直に言いたくない気分なんですが。クソウケんな。おっと、お前ここで。準備は従前に整った。いつでも行ける。やろうみんな、今度こそ決着だ。どう、平と運命様に目に物見せてやろうぜ。来た。よくおいでになりました、寵愛の信徒よ。私はタイダ担当、ペテルキウスロマネコンテです。お初にお目にかかります。この身この魂、こたびの試練を取り仕切る司教様の指先、その末席にお加えいただければ、これ以上の栄誉はありません。おお、なんと素晴らしくみずみずしき信仰なのですか。あなたのような敬虔な信徒を、これまで見過ごした私のタイダを、どうかお許しを、お許しを、やべえ、岩壊れとるから。司教様、私は未熟からの態度を罰せずに償う術を持たないのです。そんなことはありません。魔女様ならば、愛すべき信徒の傷つく姿より、試練を遂行するあり方を喜ばれるはずです。全てあなたのおっしゃる通りです。そう、試練、あなたの言葉で目が覚めたのです。感謝感謝。試練を取り行い、試さなければ、こたびのハンマが器に足るか、魔女を下ろすに足るか試すのです。こたびのハンマ、魔女を下ろす器。合えばよし、合わねば廃止。魔女にふさわしき器足らんとするならば、いずれ来たる運命の日にこそ、魔女はこの地に再誕せるりです。つまり、エミリア自身のことはついでで何の価値も見てないのかってことやな。怪物め、福音書に記されし言葉が愛を物語る。全てが私を導くのです。福音の提示を聞いた。それは見ての通り、ミーティアです。あ、映った映った。あ、聞いてた通りに怖い顔。一体あなたは。いいえ、あなた方は何よ。ではトラトラトラ。おお、うわお、横からマリコ奇襲に成功セリー。うわ、奇襲ならばこれはいかがです。おお、見えてんだぜ。なぜ我が剣能が見えてんのですか。さあ、俺の体に残りがいっぱいつけてく魔女に聞いてくれよ。おっと、俺と違ってお前は自由に魔女と面会できる許可証はもらってないんだったかな。それはどういう魔女に親しくしたような不敬な発言を。ハートをギュッと掴まれた中だよ。文字通り、文字通りな。ありえない。文字通りだ。待ってば、ならないのぜ。うぅ、バトラッシュ。指全部いったべ今の。逃げられるなどと思わないことです。おお、来た来た、釣れてんな。バトラッシュ頑張って。釣ってんね。若身の剣でその前に駆け切れるがいいです。怖え怖え。最高だバトラッシュ、頑張ってんな。しかーし、ここまでバテた。おお、やべえ。お前ら今俺のこと巻き込むとこだったぞ。ありがとう、死んじゃうかと思った。どういたしまして。どういたしまして。空を飛んでいるのが滞在司教ですです。おおおお、すごいな。飛んでる、すごい。こんな気持ち悪い飛び方、はいはい、初めて見た。初めて見た。お前らにはそういう風に見えてんのか。はっはっ、あいつの相手は任せろ。体操座りで、マジでおもろいな。行くですよお姉ちゃん。早い早い。ここで勝ったらかっこいいぞ。任せとけ。来いよ司教様。あなたは一体何を。
なはずがない。福音書には我が運命の導きには何も記されていないのです。おお、一体何を。運命の繰り返してきたよ。導き。悪夢なら俺の方が死ぬほど見た。やはりあなたは傲慢の。俺の名前は夏木スバル。金髪のハーフエルフエミリアの騎士だ。傲慢だれなんだか知らねえが、俺の欲しがる看板はそれだけで、あとはいらねえよ。傲慢は不在。傲慢の今の表現。この場所で傲慢を勧められた。一度俺が終わったことのある場所だ。おお、お前にとっても終わりの場所になる。ここがそういう場所だ。ここまで誘い込むのがあなたの狙いであれば何を用意したのですか。天敵だよ、俺とお前の共通の。ほっ、天敵とはまた随分と言ってくれるものだ。おお、聞いた。うわ、かっこよ。え、何このかっこよさ。ルグニカ王国近衛騎士団所属、ユリウス・ユークリウス。超かっこいい。貴様を斬る王国の剣だ。精霊術師ですか。おお、これもあなたの筋書き。これほどの屈辱を私は知らないのです。存分に堪能してくれ。お前のしてきたことのツケだよ。やるぜユリウス。引けねえ、曲げねえ、負けられねえ。もう誰も失いたくねえ。素晴らしい。私は君をひどく打ちのめした男だ。あの行いに私なりの理由と意義があったと今も信じているが、おう、それは君にとって関係のない独善的なものに過ぎない。君は私を信じられるのだろうか。俺はお前が大嫌いだ。知ってると思う。手足折られて普通に考えりゃトラウマだぞ。手加減知らねえのかてめえ。言っておくが、あれでもだいぶ手を抜いていたよ。マジか。手加減してあれか。やっぱお前最高に嫌なやつだ。俺はお前が大嫌いだよ、左右の騎士。だからお前を信じる。左右の騎士つった。お前がすげえ騎士だってことを俺の恥が知ってるからだ。おお、ならば私は全霊でそれに応えよう。おお、茶番はよろしいですか。これすげえな。体を下し、残り者どもを八つ裂きにし、試合を再開するだけのこと。我が金霊座に怠惰な諦めを終焉もないのです。怠惰怠惰怠惰。やば。アルクラリスト。おお、うわお、闇を裂いた。あなたは、あなたには見えてないはずです。見えざる手が。見えてたのにもか、私以外に見えてるのは俺だ、ペテルギウス。はあ、はあ、ユリウスは俺の見てる光景を見ているだけだよ。あれ、思った以上に気持ち悪い感覚だけどね。ネクトで意識的に感覚の一部を共有し維持することもできるはず。すごっ。君から最初この案を持ちかけられた時正気を疑ったものだが、すげえ。とできただろう。男は度胸、何でもやってみるもんさ。男だ。これやばいわ。共同体ってのもゾッとしねえ。とっとと終わらせようぜ。そうしよう。まさに運命共同体だね。君の目で私が切ろう。おお、すごっ。我が友。うわっ、うわー、自称騎士と最優の騎士。うわー、すっげえ、すっげえ、我が友よ。うわー、これはこれはすげえわ。これが超愛というやつか。いや、マジでたまらんわ。で、次回、最終話。えぐすぎー。あっという間ですね。いや、超楽しい。なんか歯車がちゃんとこう、ガチッといろいろあってさ、回り出した時のリゼロって気持ちいいよね。って思いながら、今回の死に戻りの前はちゃんといろいろと動いてた中でどんどんなんか、あれ、おかしな方向にこれ動いてねえかってなって最後ああなったから、もう本当に怖いんだよね。本当にこれで合ってんのかなみたいな。いや、いいっすね。ただね、もうちょい はっきりとね、スバルキュンの方も友っていうことをね言ってほしいね。実質みたいなさ、まあ良い流れになってんだけど、もっとはっきりと、もっとはっきりと、ね、我が友よ。言い返してほしいね。言い返してほしい。いや、すごいね。いや、だから何度も言ってるけど、最初から俺はユリウス、ね、いいやつだってのは分かってるよ。分かってるけど、こんな展開になるとは思わないよね。マジかっていうさ、好きっすね。もう大好きっすわ。超クール。いいやつ。マジでいいやつ。うん。サイ&コーです。はい。ということで、いよいよ次回一期最終話ということでね、みんなで一緒に楽しんでいきましょう。そしてそこからは ED
ワンクル目の ED と OVA。何個あるのかね。OVA と映画。ね。見ていきたいなと思いますので。多分順番的にはそういう順番ですよね。ちょっとまたグルちゃんの方でも聞くけども。多分だからこれが通常公開されてる時には映画とかもね、出てると思うので、ちょっと確認をして。で、それらも出してからの2期へ。みんなでとつっていきたいなと思いますので。で、このペースでいけばなんやかんやで、10月でしょ ?10 月に3期がね、アニメで来るので、これリアタイきついね。なんか地獄で終わった場合の、これ1週間待つのみたいなさ、野球入りました !2 週間ですバカ野郎みたいなさ、感じになるんで、ちょっと怖いなと思いつつも、はい。もう思いっきり。追いかけていきたいなと思いますんでね、皆さん引き続きよろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録ボタンで、まだメインシップ入ってない方、メインシップ入ればもう先々もう一気にもう今すぐ見れるから、1週間分ぐらい先まで見れるから、まだ入ってない方よろしく。そしてもう入ってる方はグルジャ入って、もうリゼロ部屋でもう毎回毎話終わった後にわちゃわちゃやってるんで、もう速攻入ってください。で、他にもいろんな部屋があるんで、それぞれの部屋でみんなでね、 VC もつないだりとか、チャットとかでいろいろワイワイやったりとか、雑談部屋、飲み部屋で各作品の部屋、ペンスラ、リゼロもそうだし、特撮もできたし、ガンダムもそうだし、いろんな部屋があって、いろんな部屋でみんなでわちゃわちゃやってるんで、まだ入ってない方は入ってください。100億倍、もうみんなが想像する100億倍楽しんで、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!